やっほー、皆さん、こんにちは、翔ちゃでーす。イェイ。これね、マーシェット。前々から言ってるマーシェットね。まず何が言いたいか。青い。めちゃめちゃ青いし、なんだぜか青いし、しかも、ブドウ酒の匂いがするんですね、これ。ブドウ酒？ブドウ酒というか、ブドウジュースかな？なんかちょっとね、そんな感じなんですよ。匂いなのか、わかんないんですよね。なんかそので、あと基本的にこういう風に入れるやつです。あの白柿とかその辺前後とかにこうチャバチャバーって味の周りから入れたりする、初期もう超初期剤というかね、そういう薬になりますね。上白直後とか、こういうなんかピント合わないな、こういう感じね。もともとこういう薬で、あったやつですね。こういう白柿直後とか移植後30日とか、まあ比較的弱い薬です。それがあの適応拡大で、やべやべ、水がいっぱい出てきた。ちょっと話は後だよ。頑張れ頑張れ、急げ急げ、チュー、頑張れ頑張れ、早く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 、ダメだ、もうこれ以上入れるとランドアップが入んなくなっちゃう。よいしょ、うわ、はい、よかった、間に合った。基本的にキャップを外してやんなきゃいけないんですけど、キャップを外すのはね、地味に手が痛い、しかも薬剤に触れちゃうから素手でやりたくないし、大変。まあこういう風にね、汗からちょろちょろっと巻くの前提に作られてる薬ですということが言いたかった。で、最近はこの、直波ですね、まあ、適応拡大というか多分そうだと思うんですけど、感電直波の、入水10日前から2日前ですね、入水10日から2日前で、もしくは発種直後の、苗メゾロイ期出芽期、雑草発生前、入水15日前まで、発種直後ですね。まあ芽が出る前にやるか、入水の前にやるかいう感じの薬ですね。稲は一応枯れないタイプの、まあ多少薬害がある場合もあるけど、枯れないタイプの選択性除草剤ですね。で、土壌処理効果があるという感じの残効性ですね、ある薬です。で、これを使って、直波の、直波って普通、水を張れないんで、最初ね。水を張れない補助では、なかなか、もともとその、選択性の除草剤というと、ラウンドアップじゃなくて、クリンチャーバスか。クリンチャーバスとかしかなかった、ないんですね。選択性のものはね。だから、ラウンドアップを最初、発芽前に、決めて雑草をなくしておいて、発芽する直前でね、ラウンドアップで枯らしておいて、その後、その今度は、芽が出て、今度草が追いついてきたら、もう一回今度ね、クリンチャーバスをまくしかなかったんですね。まあ、水を張ればね、例えば銀河ジャンボとかそういう薬が使えますんで、そうすると、まあ、長い間こう処理槽を作ってね、草を抑えてくれることができるんですけども、感電はそれができないので非常に、除草に苦労するというこんな感じです。で、このマーシェットというのはですね、毎日長くなりましたけども、感電状態で、土壌表面処理ができる薬ということで、まあ、麦とかね、デントコーンあたりだとそういうのできるんですかね、もともと。ゲザノンゴールドで、レントコーナーとか、リベレーターフロアブルで、小麦ですね。そういう感じで、土壌の表面に膜を、処理槽を作って、長く草を、生えてくる、こう、芽を全部、出てきた瞬間に枯らしてくれるというね、そういう、土壌処理系の除草剤があるんですけども、まあ、感電の稲にはなかなかなかったので、まあ、これが、いい結果、閉めちゃうな。あと、ラウンドアップね。これをラウンドアップと一緒に混ぜて巻くことで、その、
その時にいる草もラウンドアップで倒し、このマーシェットが残光性を持たせて、クリンチャーバスを、打つまでの間を時間を稼いでくれるってことですね。クリンチャもしくはクリンチャーバスを打たなくてもいいぐらいに、草をしのぎ切って入水させてから銀河を投げるぐらいで済むような感じになるかもしれないということで、省力化とですね、雑草を抑えれるのと、低コスト化ということで取り組んでおります。はい、まあ今日もね、除草剤撒いていくんですけどね、喋りすぎたな、まあ、なんせね、本当にブドウ酒の匂いがする。本当にこれはね、危ないですよ。この子供が間違って飲むんじゃないかっていうね、なんかブドウ酒というか、なんか子供の頃になんか飲んだことあるよね、安っぽいブドウジュースというかね、なんかそういう匂いがするんですよね。でもウェルチは高いか、なんか駄菓子屋に売ってそうな感じのこういう青い紫っぽいやつね、なんかその匂いがするんでね、これ色、匂いはまあ薬剤由来のものかもしれないですけど、だとしたらなんでそのブドウの匂いがする薬剤にわざわざこう青い色をつけるかってことですよね。なんかこれやだなぁ、なんか冗談でそんなことしないよね、農家メーカーはね。なんか青いからブドウの匂いにしちゃえみたいな、なんかそれ危ないと思うんだけどな。謎です、謎であります。農薬メーカーの闇とかね、タイトルにしたらなんかバズるかもしれませんけど闇とか書いといてね、結局何も闇じゃないみたいな YouTube よくありますからね。はい、まあ、喋ってる間にも、風が出てきました。早くやらないと、除草剤、予想にかかっちゃいますから。あと、ここにラウンドアップを入れて、ガソリンを確認したら出発しようと思います。ガソリンも少ないな。はい、また、やってる作業も撮っていこうと思います。バイバイ、よしおちゃんでした。